はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインまでいよいよ48時間を切りまして、トレード市場も熱を帯びている MLB デッドラインまでの最後の数時間は毎年恒例、皆さんと生配信で今年も追っていこうと思っていますので、配信の方もぜひ遊びに来てほしいんですが、今日はレイズが大型トレードを一気に2件も成立させてきましたね。すでにアロザレーナ、エフリンら主力選手を整理し、組織のデプスを強化していましたが、もうこれは徹底的にやっていきそうな予感。一躍売り手の主役となったレイズのトレードについて今日は簡単にお話しできればなと思っています。まずはパドレスと成立したトレードですが、このトレードでパドレスがリリーフのジェイソン・アダムを獲得し、見返りとしてレイズは2年前のドラフト1巡目指名で、ベースボールアメリカのランキングでパドレス参加5位の評価を受けていた先発投手ディラン・レスコ、同じく参加8位のキャッチャー JD ・ゴンザレス、参加12位の外野手ホーマー・ブッシュを獲得しています。現在プレーオフ圏内にいるパドレスがスアレスに匹敵するブルペンのピースとなり得るアダムを、この夏のブルペン市場の高騰ぶりをよく表しているような結構思い切った対価とはなりましたが、獲得するトレードとなりまして、ブルペンに頼もしい存在が加わりました。これにプラスして残り2年半保有できる選手ですから、来季以降の戦力としても計算していそうなトレードともなりました。一方で他球団でうまくいっていないピッチャーの長所を見つけ、ブルペンで生かすのが天才的なレイズは、まさにこのアダムもそういった形で伸ばした選手なわけですけれども、アダム一人としては申し分ない見返りだと思います。メインピースのレスコを中心に、かなりハイリスクなプロスペクト中心ですが、天井の高さを求めた印象もあります。アダムはレイズに移籍した2022年、30歳のシーズンで大ブレイクを迎えた遅咲きの右腕で、この年はスイーパーを武器に67試合で防御率 1.56 と、MLB 全リリーフの中でも有数のパフォーマンスで、昨年の WBC アメリカ代表として出場したことでもおなじみです。今年はここまで47試合に登板して防御率 2.49、 ここ2年間は K% がいずれも 31% を超えていたところ、今季はそれが少し下がって 27.8% とはなっていますが、最近ではブレイクに導いたスイーパーの割合がどんどん減り、チェンジアップや縦変化のスライダーで空振りをよく奪っていまして、全体の空振り率 35.2% は MLB でも上位 3% の高水準となっています。ブレイクが遅かったことから、まだ年俸調停の資格を得て2年目で、今季の年俸は270万ドル、この手のピッチャーにしてはかなり格安で、来年以降さらに上昇は見込まれるものの、現在のパフォーマンスを続けるならば格安であることに変わりはないでしょう。残り2年半保有できる点でもトレードバリューはかなりあったと思います。パドレスとしては年俸が安く、かつ複数年保有できるセットアッパークラスをかなりの対価を支払ってでも求めたわけですが、この2年半保有できることをどこまで額面通り捉えるかによってもトレードの印象は変わってくると思います。確かにアダムはあと2年半保有できますが、ただ来週彼は33歳の誕生日を迎えます。2年後の2026年には35歳、もちろん彼くらいの活躍を見せている選手ですから、 FA まで今のパフォーマンスを維持する可能性も当然ありますが、ただ30代中盤に差し掛かる野球選手としての彼の影響も無視はできないかなと、その2年半をどこまで信用していいかという気持ちは正直あるんですよね。ただパドレスがリスクを取らざるを得なかったのもまた事実で、ロースター的に今勝ちに行こうとしているものの、放映権収益の減少で予算の制約も大きく、年俸が安くかつ複数年保有できるリリーフを必要とするんだったら、対価が大きくても行くしかないと、参加内の評価は高くとも先発3番手以上のポテンシャルは秘めながらも、コマンドに大きな課題も抱え成績を残せていないレスコ、身体能力の高さあるものの打力に課題を残すブッシュ、プロ野球選手としてのキャリアをスタートさせたばかりのゴンザレスと絶対に手放せない感じでもなく、またパドレスはいくらプロスペクトを放出してもその後の補充に関しても比較的うまくいっているチームですからね。なんだかんだでどうにでもしてしまう気もしています。逆にレイズもおそらくアダムの年齢に関して気になるところがあったと思っていますが、保有権の長さを生かしうまくトレードに活用した印象です。リスクあれどこれだけの見返りがもらえるんだったら普通にトレードしますよね。トレードの製品に関してはメインピースのレスコを本当にどうにかできるのかにかかっていて、かつてパドレスからスネルのトレードで獲得したパティーニョも結局開花しませんでしたが、あの二の舞は避けたいところでしょうか。そしてもう一件、こちらは衝撃でした。今季オールスターにも選出された強打のサードイーサク・パレデスをカブスへ放出し、見返りとしてレイズはこちらも強打の内野手クリストファー・モレル、今季 MLB デビューを果たした剛腕リリーフのハンター・ビギー、ハイエーのピッチャータイ・ジョンソンを獲得しました。ということでドジャースやヤンキースといったコンテンダーも狙っていたとされるパレデスが、ここまでプレーオフ争いから少し遠ざかっていたカブスがまさかの獲得と、カブスが今季買い手に回ったというわけではなく、来季も見据えた補強に動くと表明していたことから、複数年保有できるパレデスで念願のサード補強をしてきた格好ですね。本当はモレルがその枠に収まればベストだったんですが、守備の不安などもあってそれが叶わず、ただモレル中心のパッケージでパレデスをもらえるんだったら万々歳ではあると思います。一方でレイズはここ最近のトレードでは MLB 到達にまだ時間がかかりそうな選手を集めていましたが、今回のトレードではモレルとビギー、すぐに MLB でプレーできる選手を2人確保してきました。モレルがパレデスに近いかそれ以上の存在になれるかが肝となってきそうですが、どうもレイズは昨年オフにグラスナーのトレードを模索した際にもモレル獲得に興味があったようですから、相当彼の才能を気に入っているんでしょうね。
最速100マイルを超える速球を投げるビギーもリリーフとして期待されていまして、それこそ今日放出となったアダムの穴を埋める存在になれたら最高でしょうか。先ほどのアダムと同様、パレデスもレイズで大ブレイクした内野手で、2022年開幕直前にタイガースからレイズへ移籍してからというもの、見事に強打者へと成長。昨年は143試合でホームラン31本、 WRC+137、 今季もここまで101試合でホームラン16本、 WRC+131 と好成績です。ただこの手のホームランバッターにしては打球指標が優れるタイプでは全くなく、彼の長打力を支えているのはもはや芸術的とも言える絶妙にホームランになる打球を打つ力、引っ張りのフライを量産し、それをレフトポールギアギリギリに入れるのが本当にうまいというめちゃくちゃ癖の強い選手です。誰にも真似できない引っ張りセンスで、リーグでも有数の強打者となったパレデスは、2027年まであと3年半も保有できる点で、他球団からすればかなり魅力的であり、また今年のトレード市場は野手の層がかなり薄いですから、狙っているチームが多かったというのもうなずけます。なのでそれを射止めたのがカブスというのは驚きだったんですが、ただサードのレギュラーをずっと求めていたことも考えますと、パレデスがいいオプションだったのは間違いないですし、来季以降に向けても最高の補強になり得ると思います。レイズ時代と同じような活躍をパレデスが見せてくれるのであれば、それこそモレノにやってほしかったことを叶えてくれる存在でしょう。ただ本当にそれができるのか、よりにもよってリグレイフィールドを本拠地とするチームで大丈夫なのかという気持ちは拭えません。 MLB の球場の中でもどちらかといえばレフト線は深めの球場ですからね。左中間の膨らみは少なめなので、そこも使えればいいんですが、風もありますし、本当に今まで通りのペースでホームランを量産できるのか、ここは大いに疑問が残ります。ベースボールサバントによれば、過去3年間パレデスが全てリグレーでプレーした場合、合計13本ほどホームランが減るとはされていますし、まあもちろん全てリグレーでプレーするわけではないにしても、さすがに今までほどにホームランを打てないんじゃないかと思ったりはします。まあそういった懸念はありつつ、カブスはそれ込みでもパレデス獲得のチャンスは逃せないと思ったのかもしれませんけどね。一方でパレデスを放出したレイズはモレルを相当気に入っていそうな節があります。モレルは昨年26ホーマー、 WRC+119 とすでにメジャーで結果も残していますが、一転して今季は WRC+93 と低調なパフォーマンス。サード守備に大きな不安を抱えながらも、残りの保有権は実はパレデスと1年しか変わらず、年齢も同じ。モレルは年俸調停をまだ迎えていませんので、すでに年俸が上昇局面に入っているパレデスと比べたら、しばらく安く保有できる点は利点と言えそうですが、現状選手としてのレベルはパレデスと比べると落ちるモレルを中心としたパッケージで OK をした。グラスナーのトレードを模索していた時のことも考えますと、本当に彼を気に入っているんだなと。モレルはパレデスと真反対で、打球指標に優れるタイプですから、バッターとしての潜在能力はおそらくパレデスよりも上、そういった点も買っているのかもしれませんし、またアロザレーナが移籍したチームにあって、モレルのような派手さもあり、エネルギーあふれる存在を加えたかったという側面ももしかしたらあるかもしれませんね。モレルが期待通りレイズで跳ねるのか、ここは注目したいです。ということで、レイズがまとめた2件の大型トレード見てきました。売り手市場の状況を生かし、主力選手で最大限のリターンを模索し、気持ちいいくらい徹底的に選手を集めていますが、それでも完全解体といった感じでもなく、依然として5割くらい勝てそうなチームなのが、組織としての強さを物語っているでしょう。この調子ですと、8月迎える頃には MLB ナンバーワンクラスのマイナーシステムとなりそうですが、そこに向けてまだ売りを続けるのか。ヤンディ・ディアス、ブランドン・ラウ、ピート・フェアバンクスら他球団が欲しがる選手はまだまだいますので、この後のレイズの動きからも目が離せません。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。